ポツこんにちは、今日は通っているジムがお休みで、トレーニングどうしようかなっていう方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。ということで、お家でできる胸のトレーニングをご紹介いたします。腹筋のトレーニングでご紹介しましたが、10タイムクランチ、腹筋動作とキープする動き、その合計が10になるようにトレーニングをする方法。例えば10回腹筋をしたら0秒キープ、9回腹筋をしたら1秒キープ、8回腹筋をしたら2秒キープ、っていう風に合計が10になるように動く動作とキープの動作を行っていくトレーニングですが、それを今回はプッシュアップに応用したいと思います。その名も10タイムスプッシュアップ。では早速やり方からご紹介していきます。10タイムスプッシュアップ、今回はプッシュアップ、腕立ての動作の回数とキープする回数の合計が10になるようにやっていきます。プッシュアップ方法としては、指先を少し外へ向けて胸の高さで手をつきます。つま先を立てて、そこから、起こしましょう。はい、この体勢からまず10回プッシュアップ。はい、で、プッシュアップのポイントとしては、下ろした時にお腹だけ落ちない、常に背中から足にかけてはまっすぐな状態で体全体を下ろしていくのを意識してください。そして、目線としてはもう真下を向くよりは、ね、目線は前に向けておいた方が、体が丸まらずに済むと思います。そして10回終わったらすぐに9回、1、2、3、4、5、6、7、8、9、そして下で1秒キープ。起こします。8回。1、2、3、4、5、6、7、8、2秒キープ。1、2、7回。1、2、3、4、5、6、3秒キープ。1、2、3、6回。1、2、3、4、5、4秒キープ。1、2、3、4、5回。1、2、3、4、5秒キープ。1、2、3、4、5、4回。1、2、3、4、6秒。1、2、3、4、5、6。これは結構きついですね。3回。1、2、7秒キープ。1、2、3、4、5、6、7。2回。1、2、1、2、3、4、5、6、7、8。じゃあ、ラスト1回。1、2、3、4、5、6、7、8、9、よいしょ。はい、いかがでしたでしょうか。ちょっとぶっつけ本番でやってみましたが、思った以上にしんどかったです。ジムに行った時はアップや締めでしてみてもいいですし、お家でこれを何セットかやってみてもいいと思います。ぜひやってみてください。今日も最後までご視聴ありがとうございました。気に入ってくださった方はこちらでチャンネル登録をよろしくお願いいたします。また高評価していただければ嬉しいです。関連動画もこちらにございますので、よろしければご覧ください。またお会いできるのを楽しみにしております。ありがとうございました。